はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、9月の8日火曜日でございます。今ね、東京ディズニーシーにやってきたんですけれども、一応ね、こちら東京ディズニーシーのハロウィンですね、中止になっちゃったんですよね。だけど一応パーク内にはですね、いろいろハロウィンのグッズがねありますので、今日はですね、その中の一つおすすめなグッズをねご紹介していきたいと思います。結構ねコメントにもあったんですけれども、こちらですね、なんとですね、ハロウィンバージョンのバルーンが発売されました。今年はねハロウィン中止になっちゃったんですけれども、こちらバルーンはね売られております。しかもデザインがねめちゃくちゃ可愛いですよね。9時半から水上グリーティングですね。色はですね、オレンジ色と紫色です。とってもハロウィンっぽくていいですよね。お値段は1500円です。ぜひね、東京ディズニーシーと東京ディズニーランド両方売ってますからね。こちらせっかくのハロウィンですから、皆さん買ってみてください。とても可愛いですよね、このミッキーの形。そしてハロウィンっぽいね、このクモの巣、素晴らしいですね。かなりね、パーク歩いてるとね、いっぱい持ってる方いるのでね、ぜひ皆さんも買っていただければと思います。ということで、今日はですね、パーク内に売っているですね、このバルーンの情報でございました。ハロウィンバージョンがね販売されましたので、ぜひ皆さんも買ってみてくださいね。はい、それでは終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。